風流、化け物屋敷。山本周五郎。一、ザクロ屋敷に物のけの沙汰。住宅難の今日、こんなことを言うと殴られるかもしれないが、わずか十数年前までは、東京市内などにも、よく化け物屋敷と言われる空き家があった。 各申す、夫婦邸の住んでいた大森孫女にも、そんなのが2軒あって、酔った元気で探検に乗り込んだりしたことがある。片方は滝夜舎姫でも現れそうな荒れ口た景色だったが、もう一方はまださして古くない門構えのがっちりした二階屋で、芋やかぼちゃを作るには余るくらいの広い庭がついていた。 こんなのがかなり貸し屋不足になってからも長いことを空き家で掘ってあったのだから、怪異を恐れる人情がどんなにゆかしいものであるかということを想像していただきたい。原子力などというとんでもないものが現れるつい十数年前までさえこんな風であった。これが急爆時代となると、 化け物の基本的人権が確認されていたので、彼らのバッコ長領はあたかも黄金教の官を呈し、幽霊、物のけ、妖怪変化、死料、生き量、地味、猛猛、古り、総木の類までが人を脅し、世を騒がしては留院を下げていた。化け物屋敷などは通俗の属で、いささかも珍しくはなかったのである。 秋の国、広島は浅野家四十二万六千石の城下で、市中の屋数一万余件。商品が自由公益性のため他国から出入りする商人も多くて、中国地方第一の名に向かない繁盛な土地であった。大順院様は末年の頃というから、強保年間のことだろう。 この繁華な広島城下の、しかも武家町の中に、一軒の化け物屋敷があった。城の東に、出家園という繁校の選定がある。場所はその近くで、武家町としては外れの方だったが、もう七八年というもの空き家になっていた。一頃は望んで住むものもあり、 中には、一つ俺が退治てやろう、などと押しかける手合いもあった。けれども、よくって一晩。育児のないのは夜中まで持たない。例外なしに青くなって逃げ出すと、それっきり口を拭って寄りつかないのであった。元禄教法と言われるくらい、市民は古服して太平に寄っていた時代である。 武士の気風も支配堕落していたんだろうなどと行きまくには及ばない。いつどこにでも岩見重太郎や宮本武蔵がいるわけではなく、武士だって大抵は人間並みの神経を持っていたし、怪力乱心を語らずといって、むしろ化け物いじりなどは稽骨とされていたくらいである。 その家は、自体はもう古くてかなり荒れていた。元は五六百国の侍が住んだものだろう。部屋数も多いし、馬屋もある。庭も五百坪ばかりの広さだが、木という木は遠慮もなく枝を広げ、それ、やぶからしだのイラクサだのがむやみに絡み茂って、さながら鬱蒼たる密林の間を呈している。 庭正面の空いたところは一面に目だけのタケノコがニョキニョキ伸び、その真ん中に高さ一畳五尺もありそうなザクロの木があって、季節になると枝という枝に朱色の花をびっしり咲かせるが、荒廃した風景の中でその独々しい赤さは一種の陽気を帯びて見える。誰の目にもそう映るのだろう。 いつからか、この家は、ザクロ屋敷と呼ばれていた。さて、家の裏は、クヌギと杉の林。東は深い矢部で、西側に屋根付きの井戸がある。そこから三四軒置いて、ヒバの池垣を境に、三浦十兵衛という隣屋敷と続いている。 三浦は馬回りの二百五十国で五人家族。夫婦と老婆と一男一女である。長男はまだ八歳。娘は富と言って十七になる。この家族はみんな隣の化け物屋敷のことをよく知っているが、中んずく娘の富がもっと とも熱心なな観察者であって、て彼女はそのために好感な美貌録を書いている。全体、富は幼い頃から物に驚くことが好きで、このように不思議や不可解なことがなかったら生きている張り合いもないと断言しているくらいだ。したがって、化け物屋敷についての備忘録は極めて入念詳細にわたり、年月。 天候時刻減少度数などその記述の科学的なること、井上遠慮氏の幽霊学をしのぐこと万丈である。その一般を適用してみよう。通例として、怪奇現象は人が住んだり、胎児に乗り込んだりするときに最も活発である。光物と激しい強音。 天井裏を石臼でも転げるような、と、愛国悲鳴とが建物全体を包む。それはまさに化け物どもが獲物を迎えて大共演を開くようだと彼女は記述している。人間がいないと現象はずっと低調になった。光物は母屋の廊下を通過するか、軒先から屋根の上などへ現れて消える。 教音も道国もごくかすかで、あたかも化け物どもは無料を囲っているようだと美貌録には記載してある。しかし、書き割りはこのくらいにして、これから読者諸君を現場へご案内することにしよう。だが、ちょっと待ってください。今、三浦家の門へ少年が一人飛び込んだようです。 おお、富城の弟の小太郎ですね。彼は庭ですぐ姉を見つけました。そして肩で息をして血相を変えてこんなことを言っています。姉さん大変だよ。隣の化け物屋敷へ誰か引っ越してくるよ。まあ、富城はパッと目を見張った。それは本物のチョコレートを箱にいっぱいもらった子供の表情そっくりである。しかも、 なかなか美しい。彼女は弟に事実かどうかを確かめた上、もう一度大きく、まあ、と叫び、多分、備忘録を書くためだろう。あたふたと家の中へ駆け上がっていった。二。世に人間のいればいるもの。 ザクロ屋敷へ入ったのは、三倉平之助という若侍である。浅野家の江戸画廊で、一万二千石を取る上田モンという人の三男坊だが、絶景していた三倉生を継いで広島詰めになった。年は二十七歳。肉好きのいい五尺七寸余りの堂々たる体育と、 のんびりした、ずぬけて明るい上品な顔が一目を引く。由来、三男は素ばしっこくて負け嫌いの暴れん坊と商標の決まったものだ。しかるに、平之助は全然その逆であった。いや、逆などという名やさしいものではない。世俗の異端者。 常識の無本人と言うべきである。もっともこれは彼の精神がひねくれていて、ことさら俗習に反抗したというわけではない。ひねくれるどころか、彼ほど純真無垢で木一本で開けっぱなしで明朗な人間は、神か白地の社会でなければ見出すことはできないと保証してもいい。何しろ、 成果が一万二千石というちょっとした大名くらいの収入があり、育ち方も違うのだが、しかし、否、それは物語の進むにつれて自然と分かってくることだ。一つ、彼のすることを見るとしよう。隣の小太郎少年が報告に駆けつけた日には、係の下役人と三倉の下僕がやってきて、 掃除をしたり荷物を運び込んだりしていった。その時、下役人たちは、ゴンパチという粋な名前の下僕、彼は二十七八の相撲でも取りそうなたくましい相関であった、に向かって、しきりに何か冗談を言ったが、ゴンパチの方はせせら笑って、人を馬鹿にするな、ね。オラは旦那に奉公する球銀はもらうが、 化け物のお相手をする義理はねえんだ。と威張っていた。そんなことを言ったって、化け物は家についてるんだ。この家へ奉公すれば嫌でも化け物と取っ組み合いをやらざはなるめ。化け物の出るのは昼間じゃねえだろう。ゴンパチはもう一度せせら笑い。夜になったらよそへ泊まりゃいいんだ。べらぼうめ。男は頭だ。こう息巻いていた。 その翌日、三倉平之助が標然と現れたのである。彼の風貌はすでに紹介してあるから、忘れた読者は前を参照していただけばいい。前の日、ともかく掃除はしてあるが、何しろ十年近くも定住者がなかったので、ちっとやそっとのお役目の掃除をしたくらいでどうなるものではないが、彼には格別気にもならないと見え、 実にひょうひょうゆうゆうと門を入り、敷石を踏んで家へ上がった。ゴンパチが案内役で家の中を見せて回る。ここが風呂屋でございます。ここがおは下で、向こうに三つばかり何に使うのかわからないお部屋がございます。へい、えー、この廊下をこう曲がりまして、ご接待。 お控え、表のお客間。一つ置いてこちらがご心臓様。次が同じくおね間、風呂の間、お仏間。これがご隠居様の廊下で、そちらが旦那のおね間。えい。えー、こちらへ曲がってこれが奥のお客間。お控え、旦那のお居間と、あらましいこうなっておりますんで。えい。 平之助はおとなしく聞き歩いていたが、すっかり見てしまうとやおらこう言った。うん。で、この家の主人は何という人だえゴンパチは旦那を見た。な、なんとおっしゃいましたんでそれで、この家のご主人はどういう人かと聞いてるんだよ。とすると、ゴンパチは手を頭へやった。 それは、その、詰まるところ、旦那でござりましょうがな。旦那というと、この俺かでござりましょうがな。お前はどうかしてるぞ。平之助は首を振りながら、俺には隠居だのご心臓なんかありしないと呟いたが、その時彼はふと庭へ目を引かれた。 目だけのタケノコがむやみとニョキニョキ突っ立っている庭の真ん中に、例のザクロが今満死に朱色の花を咲かせているのである。荒れ放題に荒れた周囲の風物に対して、その華やかすぎる独々しい色は、容器を放つかのように見えた。平之助はこの景観をつくづく眺めてから、 やがて人の良さそうな微笑を浮かべながら、うん、とうなずいた。なかなかいい、うん。俺はなかなか感性でいい。ゴンパチは疑わしげに旦那の顔を見た。皮肉じゃないかと思ったのである。鬼はもまあ、ちっとずつ刈り込みますで。ええ、何しろお即急のことで。 今日の間に合わなかったものでございますから。いや、手をつけてはいけない。気に入ったよ。え之助は甲骨と目を細くした。これだけ自然の味を出すというのは並大抵じゃない。凡種ではない。よっぽど腕のある庭師でなければこうはいかない。うーん、気に入った。草一本動かせやしない。うん。 これは皮肉ではない。本気だと思った途端、ゴンパチは感激のあまり、この旦那のためには骨身を惜しむまいと誓ったものである。何しろ、この手入れをするということを考えるだけでうんざりしていたんだから。この時、向こうの火場の池垣からこっちを見ている娘があった。 すなわち、三浦の富城である。彼女はそこから、広宴に立っている三倉平之助の姿をじっと見つめていた。好奇と、同型と、嫉妬と、反感と、執着と、戦望と,と、憎悪と、愛着と、その他、ありとある感情情緒をひっくるめた眼差しで、じっとじっと見つめていた。それから、 まあ、と、ため息をつくように低く叫んだ。まあ。三、だんだんと日の暮れゆくには。昼飯になると、市中の 小梅亭という料理屋から酒をつけて食事が届いた。何しろ、だいぶみんなで奔走してくれたが、奉公人がとんとなかった。当時は3月が奉公人の出替わりと決まっていたので、季節外れにはなかなかないものだ。それでもザク屋敷でなければ二人や三人都合のつかないわけではない。 給銀を倍にして前払いでやっと承知をしたのがゴンパチ一人で、それも親が病気で寝ているから夜だけ看病に行かせてもらうという条件付きであった。仕方がなくゴンパチは自分の食事を作るとして、平之助は誰か見つかるまで料理屋から運ばせることにしたのである。 昼飯を食べると彼は横になった。片付けに来たゴンパチが見ると酒に手がつけてない。これは召し上がらねえのでございますかうん。お下戸でおいでなさるんでございますか何どこへも行きゃしないよ。い,いえ、おみきはおたしなみはしゃらねえのでございますか 酒かうん。酒は飲まない。旦那はこうおっしゃった。酒を飲むと酔っていけない。つまらないもんだ。ええ、ごもっとも。では、このまま。ゴンパチはごくっと喉を鳴らして全部を下げていった。平之助は半時ばかりうとうとした。 昼飯の後の一眠りは少年時代からの重要な日課で、それをしないと夜の寝つきが悪いのだそうである。人を訪問した時もこれだけは欠かしたことがなかった。さて、一眠りして起きると、ゴンパチを呼んで、将棋盤を出させた。将棋とは結構なご召問でございますな。へへ。 わっちはもうおからっぺたでござりましょうが。お前時々妙なことを言うな。平之助は番の上駒を並べながらこう言った。おたしなみはしゃらないだの、即急だの、結構なごもんだの、おからっぺただの。それは広島の方言か方言だか剣行だか知りませんが、へえへえ。 へへへ、まだそのお武家言葉をよく存じやしゃらねえので。そうか、しゃらねえのか。うんこんなことを言って並べたのを見ると、迎え中飛車で中盤どころまで差し掛けてある駒組だった。てっきりお相手と楽しみにしていたゴンパチがっかりして、旦那、お一人でお察し,しゃ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 、舌を噛むなよ。 シャルでございましょうがな。そんなつまらないことはシャレはしない。相手はちゃんとあるよ。というと、この土地のお方で何、江戸だ。江戸と、ゴンパチは唾バを喉へ突っかけた。と、おっしゃると、その、ずっと遠くの、あの、お江戸でございますかそうだ、ずっと遠くの江戸だ。へえ。で、その、 江戸のお相手とお刺しなさるんで、その相手と刺すのさ。へえ<ー>、ゴンパチはごくっと唾を飲んだ。それでその、どうやってその、どうやるものか、将棋は向こうが一手刺せばこっちが一手刺すと決まったものだ。相手は笹の九代と言って、江戸屋敷ではなかなか強い。 これは俺が選定で始めたんだが、笹野にこの五五歩をつかれて取るかどうかに迷っているところだ。ね、へへへへ。ゴンパチはあたりを見回しながら、少しずつ後ろへ下がり出した。で、その、さ、さ、笹野様は、その、どっちにお座りになって馬鹿だな。俺がこっちにいれば笹野はそっちに決まってるじゃないか。 それ、そこだ。わわわってえと、ゴンパチは横っ飛びにどっかへすっ飛んでしまった。おどかしでもなんでもない。江戸を立つとき差し掛けになったのを、これから一手ずつ飛躍便で差しつごうという約束をしてきた。笹野と彼の将棋は長考で長高い。一番に二十三日という記録がある。 これが一手ずつ手紙に書いて広島と江戸を飛脚の往復で刺そうというのだから何年かかるか。いくら将兵の世でも桁外れである。後で事情を聞いたから安心したようなものの、ゴンパチはてっきり旦那が幽霊と刺すものだと信じたのだそうだ。さて、 五五歩の月筆を取るかどうか考えているうちに夕飯が届いた。つまり早くも日が暮れるわけである。ゴンパチはそわそわしながら全部を運んできたが、また酒がついているのではと迷った。終わるのを待っていれば、旦那は食事が長いから日が暮れてしまうだろう。と言って、 そこへ置いたばかりで酒はとても効けない。だいぶ迷っていたが喉の鳴るのにはかなわない。えいっと覚悟を決めてお伺いを立てたら、旦那はやっぱり足しなみはしゃらねえとおっしゃる。では、これから親の看病にやっていただきますでしょうが、ええ、これは持って行って病人にいただかせますでしょうがな。 むやみに金違いの言葉がぬたくってうまくちょうだいした。昼飯の時のと合わせて午後、こいつを抱えてあとはのとなれ、ゴンパチは一三にザクロ屋敷を飛び出したが、それから半時もすると、天馬川の貸しっぷちにあるいかがわしい家の人まで、おでこで赤っ毛の太った女を相手に、何しろおめえ場所がザクロ屋敷だ。 そこへ持ってきて、江戸にいる人間が旦那の向こうに座って将棋を誘ってんだから、肝ったまぁ、つぶさあ。などと、看病に熱を上げていた。こちらはそのザクロであるが、旦那の平之助はまだ将棋盤に向かって考え込んでいた。安闘の光が開けてある縁側から庭へこぼれるので、例のザクロの花がおどろおどろしく見えるが、 旦那は何とも思わない様子で、盤面を見たまましきりに首をひねったり、うーん、と来るか、なるほど、などと呟いていた。四寝耳うるさき床下の声。 平之助が寝たのは十時過ぎであった。昼寝をしたおかげでぐっすりと眠り込んだが、何時間ぐらい経ってからだろう。天井で恐ろしく騒がしい音がするので目が覚めた。ネズミにしては激しすぎる。あん石でも転がすような具合で、ゴロゴロガラガラ天井いっぱいに 何か走り回るのであった。うーん。平之助はこううなって天井を見上げ、大きなあくびを一つすると、やおら寝返りを打って目をつぶった。物音はピタッと止まった。耳を漏するような激しいとどろきが急に止まると、 気味の悪いほどしんとやいんの静寂がのしかかった。何の音もしない、小札つき、死の音とき静寂だ。しかし、その沈黙の中に、やがて何かのかすかな声が聞こえ出した。途切れ途切れの、ごくかすかな声である。 はじめはどこで何の声がするのかわからなかった。やや高くなり、また低くなり、訴えるがごとく、むせぶがごとく断続していたが、やがてそれが人間のうめく声だということがわかるようになった。しかも、それは平之助の寝ているすぐその床下から聞こえてくるようだ。 あその声はこううめいている。それからやがて木の箱を爪で引っかくような音がする。ガリ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 。あ絶望的なうめきからやがて 絶え絶えな喘ぎ声と言葉に変わる。お願いです。ここから出してください。缶箱の中は苦しくてたまりません。ああ、お願いします。棺の中から出してください。 それからまた絞られるような声でうめく。平野助はまた寝返りを打った。何しろ枕のすぐ下から聞こえるので熟睡できないらしい。下打ちをして彼はだるそうに寝床の上へ起き上がった。眠いので目がくっついている。両手を膝へついて、 神戸を垂れて、うーん、とうなった。すると床下の声は耐えるようなすすり泣きに変わって、ああ、あさましい。手も足も、こんなに腐ってしまった。あたしはもう、半分骸骨だ。 ここから出たい。お願いします。どうか、この棺の中から出してください。うーんと、ゴンパチの旦那はうなった。それからまた一つ大きなあくびをしたと思うと、さすがに少し怒ったと見え、 なんだか知らないが昼間のことにしてくれ。眠くってしょうがありゃしない。こう怒鳴ってゴロリと横になった。床下の声はそれからも続いた。缶箱を爪で引っかくぞっとするような音も。けれど、旦那も黙ってはいなかった。 二三度寝返りを打ったと思うといびきをかき始めた。しかもそこらにありふれた俗な種類のいびきではない。それは極めて組織だった五音界の歴音と殺音とよりなり、繰り返されるフォルテッシモの部分において巧みに主題を表現するのであるが、その単純な主題の反復変化するだけで、 各のごとき早朝華麗な効果を上げる例は、モーリスラベル作るところのバレエ曲、ダフネとクロエ以外には類がないであろう。床下の声も物音もやんだ。その音楽的効果において、到底適すべからずと見たに違いない。それからも、 どこかで襖の開く音や、廊下を行く忍び足の音などが起こった。天井で突然、ケラケラと女の笑う声もした。これらは床下の声よりも洗練された技巧と表現を持っていたが、結果としては、旦那のいびきの伴奏に役立っただけである。 ゴンパチは夜が明けてから帰ってきた。旦那は化け物に取り殺されたか、それとも夜中にどこかへ高飛びをしたにそういない。特別契約で倍額の給金を前取りにしているから、そうなれば閉めたものだ。こう考えながら家へ入った。それから鼻歌などのいい気持ちで、廊下をずっと旦那の部屋へ行くと、 はやがつってあって、やぐが敷いてある。しかし、旦那の姿はどこにも見えなかった。思わず、かっちけねえ、と叫びかかったが、ふと、裏の方で旦那の声がした。私は、三倉ラ之の助という者です。こう言って、誰かと挨拶を交わしているようだ。 びっくりしてそっと覗くと、旦那は井戸端に立って、隣屋敷の人と話をしている。あ生きてやがる思わずそう言ったものの、こいつはいけねえと横っ飛びに台所へ飛び込み、どうか縁起の治るようにと力いっぱい力んで一つへをひった。 実にこれらの人間は下船なものである。池垣を挟んで平之助と挨拶を交わしていたのは、三浦の富城であった。彼女は興奮と感動で全身がいっぱいになり、立っているのもようやくというふうに見えた。それでそれで、夕べはよくお休み遊ばしまして よく寝ました。私は昼寝さえすれば夜はぐっすり眠れる方です。何にも、別に何にも変わったことはございませんでしてそうですね。彼は手拭いで襟首をこすった。富城の好奇心はまさに頂点に達し、両手は夢中で生垣の火場の方をむしり散らしている。 平之助はなかなか口を開かない。富城はたまりかねたのだろう。声を震わせながら、私、オタクで、いろいろな物音や、人の泣き声などがするように聞きましたけれど。ああ、そうそう。旦那はニコッと笑って富城を見た。そうでした。そんなことがありましたよ。 やかましくて眠れないもんですからね。とにかく昼間のことにしてくれと言っておきました。昼間のだって夜中にどうしようがあるもんですか。誰だって寝る時刻ですからね。まあ。富城の両手がこの時ほど勢いよく生け垣をむしり出したことはない。 彼女は庭師のハサミより素早く火場をむしりながら、そして脅威と憧れの燃えるような目で、激しく平野助を仰ぎ見ながら、深く深く高単足を漏らした。まあ。五。深夜にお茶を運ぶ足音。 ああ、とうとう、私の望みの果たされる時が来た。小さい時から、いろいろ不思議なものを見たり聞いたりしたが、三倉様ほど、私の心を高ぶらせ、引きつけ、ゆすぶって、火のようにしたものはない。どんな化け物も幽霊も、あの方に比べれば、真昼の蛍くらいなものだ。なんという方だろう。 なんという寝不足の目を赤くして、むやみに簡単紙を並べながら富城は微暴録をつけていた。ふっくらと膨れた胸は激しく波を打ち、頬はポッと蒸気に赤らんでいる。彼女にこんな悩ましいほどの美しさが隠れていようとは思わなかったが、 まあ、これは備忘録を書かせておいて。我々はザクロ屋敷へ行ってみよう。平之助は朝飯を終わって縁側へ出ている。もう半時もそうやって傍然と座っているのである。時々首をひねったり、うなったりする。 なんだか知らないが、物忘れをして、それを思い出さなければならないような気持ちなのだ。なんだろう。何か頭に引っかかっている。確かに。胸の中のようでもあるが、いや、頭だ。どうも頭のこの辺だ。などと考えている。屋敷の中は静かである。 ゴンパチは看病疲れだと見えて、一掃除した後すぐ自分の部屋へ引っ込み、今居眠りの真っ最中だ。昼飯まで何事もなかった。昼寝もちゃんとやったし、夕飯も無事に過ごした。ゴンパチは今日もまた小梅亭の酒を午後をせしめて、くれる前にとっととずらかった。 旦那は五五の月符を十時頃まで睨んでいた。それからやがて眠くなったので、寝前へ行って蚊帳の中へ入った。ゴンパチがずらかって間もなく降り出した細かい雨が、陰々と吹けてゆくひさしにひそかな囁ささきの音を立てている。静かだ。 引き込まれるように静かな夜だ。蚊帳の外にある有明ドンの火がじじじと瞬く。何事もない。いや、そうじゃない。廊下の隅の方がぼーっと明るくなった。青白い光がふわふわ揺れている。ピタ、ピタ、ピタ。 廊下を素足でこっちへ歩いてくるものがある。青白い火の玉は、その足音の先になって、ゆらゆらと宙を泳ぐように飛んでくる。しかし、旦那は熟睡していて何にも知らない。足音と火の玉は、根間の前を通り過ぎ、廊下の突き当たりまで行って、 また引き返してきた。だが、旦那は依然として身動きせず眠っている。平之助が収族の異端者であり、常識の謀反人であると申したわけを、今こそ読者は了解されたであろう。現在彼の示している態度は自然現象に対する冒徳であり、 神秘への最大な侮辱だ。と、息巻いてみたところで、当人がこの通り眠っちまっているんではどうしようもない。気の毒なのは老化の化け物死であって、これでは死としても立場がないわけである。フランス国にデカルトという太っちょがいて、人はインチキをするがゆえに存在になる。 と後悔しているが、これに照らしても人間は眠るにさえ存在であってはならないということがわかる。青白い光は廊下の向こうへ消えてしまった。足音も聞こえなくなった。化け物は悟ったのである。かかる神経の持ち主に対しては、 情緒的手段は無価値である。もっぱら実行的、具象的方法によるべきだ。かぜん、天井で例の石臼でも転げるような音がとどろき始めた。ゴロゴロガラガラ、やなり振動である。床下でもキーキーキャーキャー、得体の知れない悲鳴が起こった。 英之助は眠りを妨げられ、あまりの想像しさにムクムクと起き上がった。そして、まだくっついている目をしかめて、不機嫌にこう天井を眺め、片手でボリボリ襟首を描いたと思うと、あくびをした。やなり騒動はますます盛んである。床下でも負けずに景気を上げている。 うーん。旦那は平行してうなった。途端にあらゆる物音が死滅した。天井も床下もピタッと鳴りを潜めたのである。堕落的沈黙というやつで、家全体が墓場の中のように深杆と沈まり返り、ひさしを打つ雨の音がしとしとと聞こえ始めた。 やれやれ。ほっと吐息をついて、旦那はまた寝ようとしたが、ふと何か聞きつけて振り返った。襖がスーッと開いたのである。奥の客間へ通じる襖がスーッと開いて、暗がりの中から、こっちへ入ってくるものがあった。安闘は反対側にあるし、 火が細くしてあるからよく見えないが、確かに誰か入ってくる。それは、蚊帳のそばまですーっと音もなく近寄った。手にお盆を持っている。そして、静かに蚊帳の外へ座ると、細いかすかな声で、お茶をあがれ、と言いながら、 こっちへ向いて、こう、顔を上げた。真っ白いペルンとした顔に目が一つ。眉毛も鼻もなしで、真っ赤な口が横に裂けている。英之助は座り直して、やあ、と言った。それはすまない。そこへ置いといてください。 化け物は口を開けて何か言った。何です何か言いましたか平野助はこう言って初めて相手の顔を見た。よー。これはどうも。失礼ですが、大変な怪我ですね。やけどですか 何が何がっていや、失礼。目鼻立ちがだいぶ欠けておいでだから、火傷でもなすったのかと思ったんですよ。これは火傷なんかじゃありませんよ。すると、生まれつきですかう、ま、変なこと言わないでください。化け物ですよ。腫れ物ですか 面長というやつですね。一つ目小僧ですよ。さあ、面白くなってきた。六、出る幽霊は出るだけのわけ。おほう、一つ目ね。 旦那は気の毒そうに頭を振った。さぞ不自由でしょうな、道なんか歩くのに。その代わり、まあ、見当が狂って物に突き当たっても、ぶっつける鼻がないんだから差し引きはついているわけだ。お茶をあがれ化け物は自分の任務に気がついて哀れな声を出した。ああ、そうそう、せっかくだからいただきましょう。 お手数だが、ここへください。上がるんですかもらいますよ。困っちゃったな。化け物はこう呟いてもじもじし始めた。その、実は、実はないんですよ。これ空っぽなんで。というと、それはどういうことなんです 全然お茶なんか入っちゃいないんです。すっからかんなんで。へえ。で、それをわざわざ持ってきたんですね。ええー、つまり持ってきたんです。すると何ですね。はじめから騙すつもりで来たというわけですね。旦那はむっとしたようである。化け物は慌てて手を振った。 決してそんな騙すなんて、そんな失礼なことは考えちゃいませんよ。だってこんなはずじゃなかったんで、あれしたもんなんですから、じゃあどんなはずであれしたんですどんなはずって、なんどうも困っちゃったな、これは。すいません、ちょっと待ってください。とうとうやりきれなくなって、化け物はこそこそ立っていった。どこへ何をしに行ったのか、 一つ後からついて行ってみましょう、読者諸君。足音をさせないように、こっちへこう来てください。廊下を二曲がりして端下のさらに向こう、ゴンパチの何に使うかわからないといった部屋の一つに、十人ばかりの人間が車座になっている。暗闘には覆いがかけてあるので光は暗いが、 人間であることは間違いがない。しかも、中に、豊島と若いのと、二人の女性も混じっていた。一つ目小僧はここへ飛び込んできたが、かむっていたお面とカツラを放り出すなり、おい、みんな助けてくれ。俺ら、謝ったよ。と、そこへぶっつわった。どうしたどうした、とみんな寄ってくる。一つ目先生は、 三十前後で職人邸のなかなか講男子である。片手で滝のような汗を拭きながら、なんだっておめえ、いきなり火傷かとくるんだ。と、口から唾を飛ばした。目が一つで見当が狂うだろうが、物に突き当たってもぶっつける鼻がねえんだから差し引き損はねえってんだ。茶をあがれって言ったらもらおうと来た。 おまけにここへくれと言われたときには身体極まりだ。なぜ極まりなんだなぜっておめえ茶なんか減っちゃいねえじゃねえかお手数だがと先方が礼儀で来るのにいくら化け物だっておめえ、まさか空っぽの茶筒が何を言いやがるそれで引っ込んできたのかだっておめえ先方は怒っちまった。実は空っぽだって言ったら騙したのかってよ。 俺は肝を潰して、とりあえず。何がとりあえずだ化け物の方で肝を潰してりゃせやねえや。そう言うけれども、おめえ、あの侍は化け物ってもの知らねえらしいぜ、まるっきり。およしよ、タツさん、バカバカしい。世の中に化け物を知らない人間があるもんかね。と島のちょいとあだっぽい女性がこう言った。いいよ、あたしがやってみよう。 久しぶりで腕っ切りでやってみるから。みんなも来てみるがいい。六さん、支度はあったね。持ってきてあるよ。手伝っておくれな。さあ、急ごう、読者諸君。もう一度旦那の部屋へ元帰りだ。大丈夫。まだ旦那は起きていた。待ってくれと言われたので待っているのだろう。しかし、よく見ると、 寝床の上に体は起きているが、両方の目はくっついてしまったし、こくりこくりと頭がのめる。要するにいい心持ちで居眠りをしているのである。夜はすっかり吹けてきた。ひさしを打つ雨の音が、しと,しと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 とめいるように聞こえる。と、やがて底の襖がスーッと開いて、 暗がりの中からゆらゆらと何かが現れた。ふらふらとこっちへ近づいてくる。長い三ラのチラシ紙が顔から肩を滑ってだらりと垂れ下がり、青白い痩せた手をこう前へ泳がしている。反面ドス黒い血に染まった顔で歯を食いしばり、目を三拍に吊り上げた生算な表情である。 骨だった細腰を折れたようにかがめ、長い裾を引きながら蚊帳のそばまですーっと近寄ってきた。そして、糸のようにか細い怨念のこもった声で、うらめしやな。と、埋めいた。旦那の頭はこくりと前へのめったが、怨念の声は聞こえなかったようだ。 幽霊はもう一度恨めしいと言って様子を見た。二分ばかり待ってから、今度は少し高い声でやった。けれど、旦那にはまだ聞こえないようである。しょうがない、もっと大きな声でやるか。しかし、怨念の声などというものは、糸のように細くて哀れなのが相場であって、 野球の応援団のように景気よくわめき立てるわけにはいかないのである。そうかと言って、相手を眠らせておいたんでは仕事にならない。仕方がないから、えへんと咳をしてみた。咳払いをする幽霊なんてそうざらにあるもんじゃないが、こいつは効き目があって、旦那の方がピクッと動いた。 これはうまいともう一つ追っかけてやった。果たして旦那は目を覚まし、ああ、誰だゴンパチかと寝ぼけたような声を上げた。もう夜が明けちゃったのか。こう明路に出られようとは夢にも思わない。幽霊は戸惑いをした。また眠られては困るから、取り急ぎ凄んだ声で、 うらめしやな、と、うめいた。七、知らないもの,の強さにも好き。えなんだって平之助は振り返った。 ああ、お前さんか。お茶を持ってきてくれたんだね。違いますよ。相手の調子につられて思わず、こう返事をしてしまった。違うって、それじゃあ何ですうらめしやな。よく聞こえないが、 おやおや、これは人が違いますね。一つ目さんかと思ったら、あなたはご婦人ですね。うらめしやの。その、失礼だが、あなたの声は馬鹿に小さいんでよく聞こえないんだが、もう少し高い声は出せないんですか そりゃ、出せば出せますよああ。ああ、そんなら聞こえる。一つそのくらいの声でやってみてください。そんなことをおっしゃったって。これは、一つやってみるなんてもんじゃないんですからね。旦那の方でも、よく聞いててくださらなきゃ困りますよ。シャレや冗談じゃないんですから。幽霊は、自尊心を傷つけられたと見えて、すっかり腹を立てたらしい。 ようござんすかやりますからね。こう念を押してから、改めてぐっとすごいところを埋めいてみせた。あはあ、旦那はよくわからないと見えて、曖昧な薄笑いをしながら、今度は聞こえました、と保証した。聞こえただけですか いやそんなことはない。私もだいたい、まあ、そういったようなわけだと思いますよ。そういったわけってどんなわけですのあなたが今言ったようなわけですよ。私の言ったことには別にわけなんかありゃしません。ただ言っただけですわ。それなら、なおさら文句はないでしょう。これだから女は嫌いだ。 終わりの言葉はごく小さく呟いたのだが、幽霊の方は勘が立っていたから聞きとがめた。何ですってこれだから女は嫌いですってへえ、旦那は女がお嫌いですかおお、嫌いですね。大嫌いです。ことにそんな風にケンするときの女は、ミミズよりも嫌いですよ。ミミズですってへん。 幽霊は開き直った。おっしゃいましたね、旦那。私のことをミミズっておっしゃいましたね。そんなことを言うものか。ミミズよりも嫌いだと言ったんですよ。ミミズはそんなつまらない理屈をこねやしないし、泥まみれの顔に、髪も言わない失礼な格好なんかで人の前へ出てきやしない。大いにお世話様。 これは泥じゃないんですからね。紅と五分を練ってつけた血のりなんですから。紙だって言っていたのをわざわざ解いてきたんだ。へえ、わけも何にも知らないんで、あんまり人を馬鹿にしないがいい。うるさい私はそういう声を聞くと感触が起こってくる。すまないが出て行ってください。ここは私の心所ですから。まっぴらごめんですよ。 こんな恥をかかされて、ええ、そうですかと出ていくような姉さんとは姉さんが違うんだから、出すなら出すようにちゃんと話をつけてもらいましょう。こう言ったと思うと、幽霊はそこへ縦膝をして、どっかと座り込んだ。とうとう喧嘩になってしまった。 縦膝をした裾合いから水色ちりめんのなまめかしいものがちらちら見える。けだし、彼女は、長年の経験からかかる場合に最も効果的な姿勢をとったわけであろうが、半面を血のりで塗りたくって、チラシ紙というこしらえだから、その効果はむしろ逆になったというべきだろう。平之助はまだ怒りを抑えていた。 じゃあ、出て行かないのですね。ああ、行きませんよ。本当に出ませんか出ないから好きにしたらいいでしょさあ、切るともつくとも、ご勝手にしてください。平野助はすっと立って、かやを出た。途端である。隣の部屋から、まあまあ、旦んだどうぞしばらく、と言いながら、 十人ばかりの人間がどやどやとなだれ込み、片方は幽霊を、片方は平之助を押しなだめにかかった。へえ、何とも申し訳がございません。あれは風天のおつという暴れ者で、腹を立てると相手の見境がつかなくなる性分でござんす。どうか、まあ旦那、お腹立ちでもござんしょうが、曲げて一つ、 お詫びはどんなにでもいたしますから、どうかご勘弁を。命ばかりはどうか助けておやんなすって。寄ってたかって拝み倒しにかかった。何をそう騒ぐんですへのすきはあっけに取られて。私はどうもしやしない。あの人が出て行かないと言うから向こうへ行って寝るところですよ。へえ、向こうで。今の方で寝ますよ。 こう言って出ようとしたが、そこでふと、十人余りの人間の現れたことがいぶかしくなり、振り返ってからみんなを眺めまわした。おお、だいぶ大勢いますね。ええいえ <laughs> どうも、なんです、とんだお邪魔で。つまり、ゴンパチの言ったご隠居とご心臓というのは、 あなた方だったんですねい,いえ、隠居だのご心臓なんてそんなものじゃござんせんので、へ、ええ。口の利けそうな五十絡みの男がこう言いながら進み出た。彼は、この旦那がずぬけてのんびり育ったお坊ちゃんで、本当に化け物も幽霊も知らないし、世間の裏表などは全く無知だということを察したのである。 手数をかけることはない。これなら直談判でごまかせる。こう考えたから、もったいをつけてもう一つ笑った。実は、その、なんです。旦那におすがり申して、ぜひ助けていただかなくちゃならねえことがござんすもんで、こうやって、まあ、揃ってお邪魔をしたと。 こんなわけでござんすが。それはどうも。私には何の力もないが、とにかく向こうで事情だけでも聞きましょう。今へ来てください。平之助はこう言って根間を出た。八。 生け垣の葉の伸びる暇なし。おはようございます。よう。雨の中を屋根があるから駆け足で井戸端へやってくると、いきなり声をかけられてびっくりした。生け垣の向こうに傘をさして昨日の娘が立っている。あなたでしたか。 早いですね。あなたこそおはようございますわ。私は寝過ごして飛び起きてきたんですの。飛び起きて、何しにです何しにって。こう言いかけて、娘はパッと赤くなった。読者諸君は信じないかもしれないが、夫婦では決して嘘は言わない。富城は赤くなった。 そして自分が赤くなったことに気がついたから、恥ずかしさのあまりもう一段と赤くなって、それからツンとした。何があってそれはあの、ゆうべ何か変わったことがあったかどうか。それがあの、伺いたかったからですわ。ああ、そうですか。そのことならゆうべもありましたよ。 一つ目小僧なんてのが茶を持ってきましてね。まあと、富嬢は見張れるだけ目を見張り、片手で筆と生け垣の火を掴んだ。それがお茶の入っていないのを持ってきたもんで、先方は大変恐縮していましたっけ。ところが、その後で三原神の血のりなんかつけた女が、 これは幽霊と言うんだそうですが、現れましてね。まあまあ富城の手は非常な勢いで生垣の方をむしり出した。それで、三倉様は、それをご覧になったんですのね仕方がありません。向こうでやってくるんだから。まあ娘は感動のあまり、 胸が引き裂けそうになり、目がクラクラしてきた。ああ、私の体はあの方の胸へ倒れてゆく。こう思ったくらいである。そして、実際倒れかかったのだが、幸せなことに生け垣があって支えてくれた。そこで富城は、偏方にその葉を凄まじい速度でむしり散らし、まあ、 と叫ぶなり、家の方へ走り去っていった。おそらく美貌録をつけるのであろう。平之助旦那は何が何やらわからず、鶴瓶へ手をかけたまま、しばらくその後を見送っていた。ザクロ屋敷は平穏になった。もはや天井で宅配石も転がらないし、火の玉も飛ばない。 床下で缶箱から出してくれと頼む声もなくなった。太平無事である。変わらないのは毎朝の井戸端だけで、富城と旦那は必ず一度顔を合わせて話をする。夕べは静かでしたことね。ええ、もう静かなもんです。化け物はやっぱり出ますのええ、来ますよ。 しかし、もうおとなしいもんです。こんな会話であるが、これも日の経つに従って、少しずつ変化が起こった。その一は場所の移動で、立ち話をするところが井戸端からだんだんと西へ動いて、すなわち井戸の付近がむしり尽くされたために、自然と火場の炎を茂っている方へ方へと動くわけである。 その二は、富城の虚祖言動が変わっていくことで、彼女はいつか薄化粧をはじめ、おしろいや髪油の匂いをさせるようになった。生垣のむしり方なんぞも一頃よりぐっと上達して技巧が加わり、小指をこう美しくピンと反らせて、ごく上品に優雅にちょいちょいとやるといった具合である。 その3は会話の内容で、化け物のことなどはもう背景全略と片付け、人事百般あらゆる問題が話題に上る。中んずくすこぶる家庭的傾向を帯びてきた。例えば、化け物といえば、お食事はドーナすっておいでですのこんな風である。 こっちものんびりしたもので。食事って、化け物のですか私のですかもちろん、三倉様のお食事ですわ。私なら、小梅邸から運ばせています。飯炊きも料理人も来てがないもんですからね。それはお気の毒ですこと。料理屋の食事なんて、儲けるために作るので、心がこもっておりませんもの。 お食事だけは愛情だと申しますのにね。お世話をする者がいなくてはいけませんわ。またこんなこともある。まあ、どう遊ばしまして、お風邪でもお引きになりましたのこれは初めから化け物抜きであった。風邪なんかひきませんよ。どうしてです だって、合わせを召しておいでじゃございませんか。こっちはニットを洗う。これはね、人へもビラもみんな汚れちゃって着るものがなくなっちゃったんですよ。まあ、呆れた。どうして洗濯をおさせになりませんのだって、ゴンパチはそんなことをしやしません。しかし、江戸の家へそう言ってやりましたから、やがて送ってくるでしょう。 富城は、いけませんわ、いけませんわ、と、五六ンやった。それで、汚れ物はどうなさいますのみんな突っ込んであります。そんなにしておくと傷んでしまいますわ。私がお洗濯いたしますから、ゴンパチに持たせてよこしてくださいまし、今日すぐでございますよ。その日、ゴンパチは、山のような汚れ物の包みを背負って、 裏から三浦家へ行った。思考してさらにその午後、富城は生垣をむしるよりも活発に洗濯をしながら、お世話をしてあげるものがなくっては、なくっては、と歌のように独り言を言い、旦那は五五符を睨みながら、お食事は愛情だ。ふーん 五五歩を構わず、いっそうこっちは飛車を回して、お洗濯と行くか、などとやっていた。九。妻は内情の交渉が先。昨夜は大勢お客様でしたのね。 ある朝、富城は不審そうに聞いた。こっちはなおさら不審である。客なんか点ではありませんよ。だって、富城は指差しをした。池垣の茂みを追って移動した結果、二人は今やザクル屋敷の裏口の見えるところまで動いていたのである。 あそこからさっき十二三人出て行った方たちがありましたよ。ああ、あれですか。あれは化け物ですよ。何ですって化け物ですよ。客なんかじゃありません。この方はまだ寝ぼけていらっしゃるのだ。いいえ、化け物なんかじゃございません。私、ちゃんと見たんですもの。みんな立派に五体の揃った人間でしてよ。 そりゃあそうですとも。五体揃ってなくちゃ歩けやしません。でも、化け物だとおっしゃったじゃございませんか。だから、つまり、あれが化け物なんですよ。あなたはどうかしてらっしゃいますわだって、いや、どうもしてやしません。こういうわけなんですよ。旦那は解説を始めた。 あの連中は何年も前からこの屋敷で長藩という商売をやってきたんだそうです。そこへ私が入ったものだから彼らとしては引かなければならない。しかし他には適当な場所がないし、ここは絶対安全で都合がいいから今後も使わせてもらいたいという相談をされたんですよ。まあ、随分ずうずうしい。そんなことはありません。 みんな気のいい化け物ですよ。商売の長藩だってずっと離れた部屋でやるし、絶対に静かで音も声も立てやしない。私はぐっすり眠れるし、彼らも一つ目や幽霊なんかやらずに済むから安楽だと言ってます。おまけに赤猟とか言いましたっけ私は見やしませんが、 毎晩何か銭のようなものを包んで置いて行きますよ。まあ。富城の手は久しぶりで活発に生垣をむしり出した。しかし彼女の思考力はすでに空想の美から現実の美へと移っている。すなわち観察者の立場から世話人の席へ引っ越していたので、そのまあは、 危険予知の信号とも言うべきものであった。随分おかしな話のように思いますけれど、一体その長藩という商売はどんなものなんですの私はよく知りませんがね、時々ガラガラポンなどという音がして、長目だ半目だなんていう声が聞こえますよ。まあ富城は激しくあえいで身震いをし、 今や両手は目覚ましい勢いで生け垣をむしり出した。それからさらに、まあとあえぎ、いけません、いけませんと叫んだ。それで、あなたはその人たちから銭を受け取っていらっしゃったんですね。受け取りはしませんが、置いていきます。まあ、どうしよう、どうしよう。何か心配事でもできたんですか なんなら、私じゃございません。あなたのですわ。私のあなたは、一万二千石のご家老のご産ん,んで何にもご存じないでしょうけれど、その長藩というのは、賭博のことですわ。何ですって掛け言と、爆といって、癒しい遊びです。だって、それはハットで。 厳しく取り締まられているでしょう。ですから、化け物屋敷の真似などをやって誰も入れない工夫をしたんです。今だから言いますけれど、奉公人が来ないのも、みんな化け物が出るということを知っているからなんですわ。それは不愉快ですね。旦那は頭を振った。化け物は出ても構わないが、賭爆は困る。 早速、一つ、町奉行に言ってやりましょう。いけません。そんなことをしたら、あなたも巻き添えを食ってしまいますわ。私がそうですとも、あなたは石猟というものをお取りになった。い,いえ、彼らはちゃんと企んであるんです。もし捕まりでもすれば、あなたが賭博と知った上で、石料まで取って貸した同類だというに違いありません。 なるほど。そいつはうまい理屈だ。関心なさる場合ではございません。少しはちゃんと遊ばせ。富城は世間の女房がその夫をたしなめるがごとくたしなめた。よろしい、ちゃんとしましょう。しかし、どうしたらいいんですこう遊ばせ。 彼女はついに生垣から妙案をむしり取った。今夜、あの者たちのところへいらっしゃるんです。連中に会うんですね。そして、ごく穏やかに相談をするおつもりで、今度嫁を取ることになったとおっしゃるんです。ほほう。嫁は母親だの女中だの連れてくるし、自然、召使いたちも増える。 女は口の軽はずみなものだから、用人のために他を探して移ってもらいたい。残念だがこれまでの赤量も返すから、こうおっしゃるんです。お断り申しておきますが、私は決して口が軽はずみじゃございませんのよ。これは世間一般の女を言うんですから、おっしゃれましてそのくらいのことなら言えますよ。しかし、もし嫁をもらわなかったら、 連中は怒るでしょうな。おもらいになればと言いかけて、富城は突然真っ赤になり、猛烈に生垣をむしったと思うと、今度は真っ青になった。そして、明朝また、あの、ごめん遊ばせ、というなり、あっけに取られている旦那を残して、家の方へと走り去っていった。 そのよ、いや、話をはしょって朝へ行ってしまおう。で、その翌朝のこと、旦那と礼場は生垣を中にしてあった。いや、どうも驚きましたね。今朝は平之助の方から口を切った。あなたの賢いのにはびっくりしますよ。人へは洗濯すればちゃんと着れるし、 料理屋の食事は全く愛情がありゃしない。毎日毎日、鯛の刺身に吸い物に。夕べはどうなさいましたの夕べは。あれもぴったりです。文句なしですよ。嫁が母親と女中を連れてくると言いましたらね。連中、ああ、それではダメだと一んなんですよ。他のことならどうでもするが、 嫁さんと嫁さんのお袋じゃ命が危ない。まあ、失礼な。なんという恥知らずなならず者でしょう。よく知らせてくださった。長い間お世話様と言いましてね。もう決してお邪魔はしないからって。おんびんに話がつきましたよ。では、もう何もかも心配ありませんのね。 ええ、さっぱりしました。何にもですのええ、爪の先ほども心配はありません。よろしゅうございますこといい心持ちですよ。富城の手は生き垣の上にあった。しかし、今朝は一つもひばをむしらないのである。目は伏せたままだし、胸地のあたりは大きく波打っている。 確かに、生垣をむしるよりも重大な何かを待っているようだ。旦那の方もしきりに頭をひねっている。また、いつかの物忘れをしたことがあってそれを思い出せないといった気持ちだ。そうだよ。何か言うことがあったっけが、はて、などと考えている。 女性の敏感ほど神秘なものはない。富城はすぐにこれを見破って、この方は何もかも、と心の中で合点した。それこそ何もかも、そばからお世話をしてあげなくてはいけないんだわ。これは人道的であり母性の保護本能であって、 いささかも、利己心や牽制の意味は含まれていないのである。で、彼女はこう言った。では、残った問題はただ一つですのね。奥様をおもらいになること。そうでございましょうああ、それですよ。それが重大な。では、ごめん遊ばせ。 また妙長。そして、富城は、彼の表情にある効果の現れたことも確かめて、ほこらかに立然とそこを離れた。それから一刻の後、旦那は五号の歩を睨みながら、こんなことを呟いていた。そうだ。五号の歩は捨てとけ。 将棋は嫁を詰めれば、嫁じゃない。王をめとれば、いや違う。ええ、違ってもよし。嫁を詰めろ。で、同じ時三浦家では、富城が美貌録にこう書いていた。あの方は、お申し込みになるに違いない。そしたら私は、きっぱり断るわ。 ええ、きっぱりと。そして、甘寺へ入って、一生清らかに、あの方を思って泣きながら暮らすわ。これは、神様に誓って断然そうするのよ。どんなに望まれたって、お嫁になんか行かなくてよ。ええ、決して。でも、衣装は、 模様物なんかよすわ。どうせ一度きりですもの。それより秩父織とか紬とか、実用向きのものをたくさん作っていただくことだわ。でも、そうすると、お式には何を着たらいいかしら。はあ、困った。心配だわ。心配だわ。